今日はユナイテッドアースデーのヘビーオンスのパーカーをご紹介していきます。春に使いやすそうです。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらユナイテッドアースデーですね、イケてるパーカーを見つけてしまったので、こちらをご紹介していきたいと思います。多分ね、新作でも何でもないと思うんですけども、ヘビーオンスですごく使いやすいアイテムになっているので、ぜひね皆さんチェックしていただければと思います。パーカーはね、夏以外使えるアイテムなので、結構このパーカーもねコスパがいいので、よかったらチェックしてみてください。今回のアースデーのパーカーは僕好みのヘビーオンス、厚めの生地を使っているので、使い勝手であったりとか、フードの立ち、ただ全体のシルエットなんかもすごく良さそうなので、細かくご紹介していければと思います。僕最近ハマっているのがチャンピオンのリバースウィーブとかなんですけども、サイズ掛けなんかが起こっちゃってたりとか、古着で購入したりとかすると結構ねサイズがバラバラだったりとかするので、スタンダードなねヘビーオンスのパーカーが欲しいみたいな方はすごく相性いいと思います。僕もねこういう風な白のカラーのパーカーちょっと欲しいなと思ってたので、このねヘビーオンスを見つけた時にはすぐポチってしまいましたっていう感じで、ちょっと商品紹介をしていきたいと思います。こちらですね、商品名の方が 12.7 オンスヘビーウェイトスウェットプルオーバーパーカー、裏パイルというものになっております。結構肉厚なんですけど、ゴワつきも少なくて、ここら辺はね後ほどご紹介していきます。こちらの価格に関してなんですけども、僕は楽天で購入して3900円くらいだったかな、送料を入れてそんくらいの価格だったと思います。でサイズ展開に関しましては、 S サイズから WXL の5サイズ展開になっていまして、僕は今回なんですが XL のサイズを購入させていただきました。上から2つ目のサイズですね。パーカーはね、どっちかっていうとこうジャストサイズで着るよりも少し大きめで着て、ゆったりとラフに着るのが好きなので、ジャストサイズでパーカー着ることはほとんどないですね。はい、そして色展開に関しましては、こちらのオフホワイト含めて全部で4色展開になっていまして、ブラック、ミックスグレー、あとはネイビーの展開になっております。真冬とかの方がいいのかな、こういうヘビーオンスとか。僕は春なんかに1枚でざっくりと着たいタイプなので、春とかの方がこういうヘビーオンスが多くて、 12.7 オンスっていうとチャンピオンのリバースウィーブよりも厚めになっているので、かなりの生地の厚みになっております。そして素材感に関しましてはコットン 100% で、裏パイルの素材になっております。さっきもね商品名の方でご紹介したと思うんですけど、見えるかな、こんな感じになってるので、裏側がパイル加工、裏起毛ではなくてパイル加工になってるので、肌触りの方は起毛の方がもちろんいいと思いますし、保温性は高いと思うんですが、苦手な方も多いと思うんですよ。春とかだと暑いなだったりとかあると思うんですけども、裏がパイルになってるんでサラサラとしててね、着心地も僕は悪くないと思っていますので、春とかやっぱこっちの方が使いやすいと思うのと同時にですね、 12.7 オンスもあって裏肝とかだと結構ゴワつきとかすごいと思うんで、その点ねパイルになっていて 12.7 オンスっていうのはすごくバランスが取れてるのかなと思います。本当にこれ 12.7 オンスもあんのかなっていうくらいゴワつきは本当になくて、柔らかい素材になっております。で仕様に関しましてなんですけども、こちら 12.7 オンスの厚手生地で存在感がしっかりとあるようなパーカーになってます。フードの立ちだったりとかいいですし、全体のねこの質感、薄手と厚手だとやっぱ落ち方だったりとか着用時のシワだったりとか全く変わってくると思うんですけど、僕は厚手のスウェットの方が好きなので、これはかなりいいポイントかと思います。で、ね、フードなんか特に二重になってるんで、さらに分厚いんですよ。フードの紐に関してもね、同系色の紐になってるので、すごくシンプルなデザイン、本当にねロゴとかも一切ないですし、色の切り返しもないし、すごくね使いやすそうな一品になってます。オフホワイトなので少し黄色み、オレンジ味がかったような白になってるんですが、ほとんど白って言ってもいいくらいの綺麗な白になっております。はい、そしてこちらの袖なんですけども、リブ仕様になっていまして、シームラインがまたぎ2本針始末になっているので、とても頑丈な作りになっています。3000円ちょっとのパーカーなんですけども、すごくね丁寧に作られてるなっていう風に思います。そしてアームホールとこちらの裾下の身頃のシームラインに関しましても、見えるかな、見えないよね、こちらの部分っていう感じで見ていただければと思うんですけども、ダブルステッチでとても頑丈な作りになっています。こうね映像で伝えるのも限界があるよね。はい、そしてなんですけども、最後に洗濯後の縮みだったりとか軽減させるために、生地水洗いとタンブル乾燥を製造工程で施したフリシュランクファブリックってものを採用しているらしいです。なんでね、こう最初からねスウェット関係のアイテムって結構縮んじゃったりとか洗濯した後にあるんですけども、水洗いであったりとか乾燥を施して前もって縮ませているような加工を施した生地だったりとかを使っているみたいなので、そういったね実用面に関してもすごく考えられている一着になっております。はい、そんな感じでちょっともう着てみたいんで、これ着てみます。はい、着用してみました。こんな感じですね。 175cm63kg の僕が今 XL のサイズを着用してます。めちゃめちゃ良くないですか。生地のねゴワつきがどうかなっていうところでね、やっぱ触った感じそこまでなかったんですけども、着てみるとさらにないですね。裏のパイル地だったりとかがね肌触りもいいですし、あとねこの生地が揺れた時だったりとか下にストンと落ちる感じ、これもやっぱねヘビーオンスならではのポイントだと思うので、すごくいい感じだと思います。フードの立ち具合もすごくねバランスいいですし、これで3000円ちょっとだったらコスパ満点だと思います。
ます。これでいいんじゃないかっていう。あとはですね、着丈だったりとか身幅なんですけども、こちらはねオーバーサイジングのシルエットではなくてスタンダードのシルエット、ちょっとゆったりめに着てるので、身幅だったりとかは過剰にね太かったりとかそんなこともなく、しっかりとね着丈とバランスが取れてるような感じになります。なんでこれ以上ワンサイズだったりとか大きくしちゃうと丈だったりとかかなり長くなっちゃうんで、僕的にもだらしなすぎるような大きさになってしまうかなっていうふうに思います。着心地なんですけどめちゃめちゃいいですね。袖の長さだったりとかアームの太さもねすごく僕的にね好みのシルエットになっていますし、生地のこのなんだろう、ごわつきもないんだけどとろみに近いようなしっとりとしてるような感じがしてるのでめちゃくちゃ使いやすいです。チャンピオンのリバースウィーブとかも好きなんですけど、やっぱ最初ちょっと硬かったりとか洗濯後だったりとか結構ごわついたりとかすると思うんですけども、これはね表面の生地もちょっとしっとりしてるんで、ヘビオンス着たいけどごわつきかなり苦手な方にはすごくいいかもしれません。ごわつきというよりもしっとりだったりとかとろみがあるようなバーカーになってるんで、これでコットンなんだっていう感じがします。白のカラーもね白すぎずオフホワイトっていう感じなんで、まあ結構白いんですけどね、許容範囲なのかなっていうところですね。他の色で黒であったりとかネイビーグレーなんかも着用してみたいなと思っちゃうくらいいい感じです。裾のところのリブだったりとかもねバランスよくキュッとしてるのでしっかりと溜まってくれますし、緩すぎず強すぎずっていう感じで、強すぎちゃったりとかするとかなりこんな感じになってね乗っかる感じになっちゃうんですけど、これくらいの強さだと程よいバルーンシルエットになってくれるんで、カジュアル感もラフさもいい感じかと思います。はい、そんな感じでね春に使いやすいこのパーカーなんですけども、まあ靴とパンツ変えるだけになっちゃうとは思うんですけども、僕ならこんな感じでこのパーカーを春に使おうかなっていう感じでコーディネートを3つくらい組んでみたいと思いますので、よかったら参考になればと思います。多分ねパンツ変えてみたいな、あとはこういう風な白いパーカーとかだと着用ちょっとね戸惑ってしまう方もいると思うので、こういう風なね気なりとも言えないオフホワイトのカラーのパーカーの使い方だったりとかが参考になればと思いますので、よかったらご覧ください。大体が春コーデになっちゃうと思うんで、まあ、そこはねご了承していただければと思うので、まあサイズ感だったりとかの参考になればと思います。ではご覧ください。はい、ということでコーディネート3つ組んでみました。一応ね春っぽくっていう感じなんですけども、最初にパーカーの上に何か羽織ってそこから途中から脱いでみたいな感じでやってみました。じゃないとね変わり映え一切しなかったのでちょっとまずいなと思ったのでご了承ください。まず1個目に関しましては、ディッキーズの874のグレーのパンツに対して上にねエクワックスのジェネレーション3のレベル3を羽織ってみました。あんな感じでね春だったりとかまだ肌寒い日もあると思うので、フリースだったりとか着やすいアウターというかライトアウターなんか上に羽織る機会があると思うんですけども、ある程度こうアームホールとか太いんですよ。これってユニクロだったりとか GU だったりとかプチプラから出ているものでちょっと細身に万人受けするように作られてると思うんですけども、アステのものはどっちかって言ったらチャンピオンみたいな作りになっているので太いんですけども、まあ、ああいう風な古着チックなものであったりとかアームがねある程度ゆとりの取られているゆったりとしたシルエットのものの中であればすごく使いやすいと思いますので、ぜひ合わせてみてください。あとはねワークパンツだったりとかもね、僕2サイズ3サイズくらいちょっとゆったりと履いてるんですが、やっぱゆったりめのねパンツとの相性すごく良かったです。で特にモノトーンに近い方がこういう風なオフホワイトは使いやすいかなと思ってグレーにしてみましたっていうのが1個目のコーディネート。で2つ目に関しましては白パンであえて合わせてみました。で同じ白じゃなくて上がオフホワイトに対して下はきなりのような黄色みオレンジみがかったようなちょっとウォッシュのかかっているものを合わせてみたんですけども、色味の違いはあるんですけどベースのね白っていうところは変わらないと思うので、すごくね印象がガラッと1個目のコーディネートと変わったと思います。色は2色までにしようと思っていたので、ブラウンのスウェードであったりとかフェイクスウェードのアイテムで光沢のあるブラウンっていうものを
全体に散らしてみました。パッドと最初の方着ていたシャツ、フェイクスウェードのシャツなんですけども、足元はダナーのスノーピーク別注のブラウンのスウェードっていう感じでね、ブラウンはブラウンでも光沢のあるブラウンで全て統一して、あとはね白とブラウンっていう感じで全体的には2色で揃えてみました。やっぱりね白のパーカーってちょっとカジュアルになりすぎちゃう部分があるので、色をあまり多用しない方がいいかなと思って、僕はあんな感じの落ち着いたブラウンをあえて合わせてみました。ホワイトコーデだったりとかワントーンツートーンのコーディネートするのが好きなので、あんな感じでね上下で白で合わせてあげても、どっか違う色を合わせてあげればいいと思うんですよね。まあ帽子と靴であったりとか手袋と靴とかでもいいと思うんですけど、そんな感じでねツートーンコーディネートで白を使う時にはそういう風に色を散らしてあげてもいいかもしれません。はい、っていうのが2つ目のコーディネートで、最後なんですけども、これ多分ねスキニー履かれてる方まだ多いと思うので、こちらのスキニーを合わせてみました。ユニクロのグレーのスキニーパンツ、ちょっと前にご紹介したものなんですけども、グレーを合わせて、これもツートーンに近いですね。で頭にまたグレーチャコールみたいな感じのハンチングを持ってきて、途中まではバブアーのロング丈のコートを着ていました。まあ、ロング丈を着ちゃうとね全体の丈がかなり長いので印象がそこに持ってかれるので、差し色みたいな感じで白を使うのもありかなと思って提案させていただきました。春にもコート使われる方多いと思うので、そんな感じでね差し色で白なんかはとても使いやすいですし、合わせやすいアイテムだと思うので、まあそんな感じでねオフホワイト使ってみるのもいいと思います。それでもちょっと苦手だなっていう方に関しましては、グレーであったりとか黒ネイビーなんかもあるので、そっちのカラーを選んだ方がいいかなっていうふうに思います。白はね汚れるしね、僕が前その汚れであったりとか色がくすんできたりとかした時に、このアスレのパーカーかっこよくなるかなと思って、白ほとんどパーカーで買うことないんですけども、あえてこちらのカラーにしてみたっていう感じです。はい、まあそんな感じの話を含めましてコーディネートのポイント解説になりました。はい、っていう感じで今回はユナイテッドアスレの 12.7 オンス結構分厚いパーカーをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。僕的には花丸100点ですね。 12.7 オンスもあるのにこんなに動きやすいパーカーあんのかっていうくらいすごくね使いやすいパーカーになっていますので、気になる方であったりとか厚手のパーカー好きな方はね、もう騙されたと思ってぜひチェックしてみてください。めちゃいい。これチャンピオンの厚手のパーカーが苦手な人でもこれはね使えちゃうと思う。裏地もねパイル地だったりとかするので、もうそういったところもね僕はすごく使い分けができるポイントだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。あとはですね結構頑丈にできてるので、まあ長く使用して僕みたいに、ね、着古してみたいなっていう方もねおすすめだと思います。はい、そんな感じで今回はこちらのパーカーご紹介させていただいたんですが、これね同じくスウェットもあるみたいなんですが、まあ、スウェットの方は今回ご紹介してないんですけども、フードがついてるの苦手な方はねそちらを見てみてください。はい、ってな感じで今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。